では ENFJ お待ちどうさまでした、はい、ENFJ の方、はい、ENFJ さんの転職、はい、ENFJ さんはチームプレイヤーですね、はい、ディスられてますね。ディスってますか。俺は頂点になれんのかいって思いません。チームプレイヤーって引っ張っていく人もチームプレイヤーじゃないですか。高津慎吾ってヤクルトの監督のことをチームプレイヤーって言いますか。はい、ああ分かんないですけどね。カリスマはでもチームプレイヤーじゃないですか。呂布はチームプレイヤーですか。呂布は違いますよね。関羽運長はチームプレイヤーですか。関羽はチームかもしれない。劉備は、曹操はチームプレイヤーですか。はい、すいません。一人じゃないですよね。単なるプレイヤーではないじゃないですか。でも彼のことをチームプレイヤーって言いますかね。あ、そっか、言ってね。みんながみんなそうなりたいわけじゃないですよね。はい、すいません。人の幸福を願う人、うん、PR が得意な社交家とあって、うん、人間が好き、思いやりがある、うん、常に人を気遣う、良心的で忍耐強いとあって、忠誠心が強く、組織の一員として真面目に働く、規律を守る、礼儀正しい、社交上手、穏やかで寛容、円滑な人間関係を築ける、コミュニケーション、プレゼンテーション能力がある、目標を達成するとありますね、はい、で ENFJ さん、人間が大好きで人への思いやりが深く、人との付き合いを大切にする人なんですが、うん、そんな ENFJ さんの、仕事での長所、うん、コミュニケーションとプレゼンテーション能力に秀でている、カリスマ的なリーダーシップがあり、創意をまとめることができる、うん、人から協力を得る熱意と才能がある、決断力と組織をまとめ上げる手腕がある、想像力を駆使し新たな可能性を探ることができる、人に共感し欲求に応じる、人に強い関心を持っている、様々なことに興味を持ちすぐに学ぼうとする、物事の全体像を見る能力があり、行動や考えが何を示唆しているかを突き詰めようとする、生産的になろうと努力し目標を達成する、自分が心から信じている仕事であれば深く関わり責任を負う。なっちゃうんですか。なるほど、はい、ちょっと先に読みますね、はい、で短所、自分の価値観にそぐわない仕事をすることに抵抗を覚える、うん、人間や人間関係を理想化しがち、うん、緊張が張り詰めた環境で出世争いをしながら働くのが苦手、うん、協力しようとせず成果も上げない人にイライラしがち、うん、対立を避け不快なことは見て見ぬふりをしようとする、うん、十分に情報を集める前に慌てて決断を下す、うん、できれば部下や生徒などを厳しく指導したり鍛えたりしたくないと思う。あ、これわかる、うん、急いで作業を進めるためうっかりミスが多い。これもわかる、うん、同僚や部下に仕事を任せるのが苦手、うん、分かったんですよ。僕はあの、はい、現代病に取りつかれているので、はい、かつ、うん、負けるな、うん、とかで育ってきた昭和の世代なので、はい、その野心がない感じうん、を見ると、うん、野心がなくていいのって思っちゃうんですね、うん、あなたの野心はそれでいいですか、うん、あなたのニーズはそれでいいんですか、うん、っていうのが出てくるので、はい、そのチームプレイヤーとかって書かれると、うん、チームプレイヤーはダメだろうって。反対は個人プレイヤーですよね、うん、個人がいいんですか。要はチームの方が大きな世界でやられますよ、成功できますよ。そうなんですけど、はい、その自分のニーズに目を背けていないかい、うん、って思っちゃったんですよ。ああ、まあでもそことは多分違うって話ですよね。チームプレイヤー。ああ、まあそっか。それで最大限の、うん、成果が得られるなら。みんなであそこ行くぞじゃないですか。チームプレイヤー。なるほど、ね。俺一人で行ってくるじゃなくて。ああ、そっか、うん。そういうことですね。うん、そう野心そうなんです。僕あの。うんみんな自分群れてる方が強いなんですけど、うん、あの野心
野心ですよ。野心ですよ。でも群れてる方が強い野心もあるかもしれないし、で引っ張っていく人で、カリスマとかって書かれると、うん、ああそうだね、うんうん、そのニーズを満たすために、うん、うまく活用するんだねって思うんですけど、うんうん、僕はチームプレイヤーですって言われると、でもそこにも入ってんじゃないですか、チームプレイヤー、まあ、別に除外はされてないと思うんですよ。リーダーも含むですよ多分。 OK、はい、OK、はい、そんな ENFJ さんに向いている仕事としましては、はい、コミュニケーションっていうのが一番初めに出てきて、はい、ENFJ 型はコミュニケーションの達人だと、うん、人を理解し喜ばせたいと思っているので、時には助裁なく気を配り、うん、外交手腕を発揮すると。堅苦しい書き言葉より砕けた口調で話すのを好む、うん、多くは良き書き手でもある。人と会い情報を集め取材を行い、扱っている問題の個人的な側面を理解したり、裏に隠れている事実を発掘したりする経過を好むと。広告 PR、 資金調達といった業種にやりがいを感じる人も多い。特に自分が扱っている商品やサービスには価値があると信じることができ、仕事に伴う大義に共感を覚えることができれば満足を覚えると、うん、クライアント同僚たちと素早く良好な人間関係を築けるため、エージェントプロデューサーリクルーター政治家としても有能で説得力に長けている、うん、ありました。カリスマ性のあるリーダーにもなり、グループを円滑に率いることができると、うん、おめでとうということで、例えば、うん、広告代理店の企画営業、広告宣伝、ライター、ジャーナリスト、タレント、芸能人、エンターテイナー、テレビプロデューサー、政治家、ニュースキャスター、マーケティング統括者、コピーライターなどなど出てきますね、うん、まあまあ野心のある職業じゃないですかそうですね、はい、そんなところで、はい、あのね、僕あれが出てきました、はい、あの漫画ワールドトリガーのジンさん、うんうん、あ、ジンさん、はい、うんうんうん、思い描いた、思い描いた、はいはいはい、あ、あんな感じかと、うんうんうん、なんか周りを乗せるのが得意そうですよね、はい、はい、そんな感じですね、はい、で自分も全然やるしっていうところですね、うんうん、あ、トゥイティさんはうなずけると、うん、あいつもそんなやつでしたもんねあいつって言える中だからあいつって言える、はい、トゥイティさん、あのファミリーだから、はい、人間的な本質を常に意識してる気がすると、おっちょこちょいなミスにも激しく同意と。まあ人のやる気を引き出すにはどうしたらいいかみたいな感じじゃないですか、はい、で乗せてうまいこと使っていくなるほど、あそこにみんな突入するんだじゃないですか、なるほどで次に出てくるのがカウンセリング。 ENFJ 型は他人が自分を見つめ直して満足できる幸福な人生を送る役に立ちたいという気持ちが強い。そして人の力になると大きなやりがいを感じる、うん、つまりカウンセラーとしてはクライアントが自分の問題を直視し、それを克服していくのを助けたいと願っているのだ。この性格タイプの人はまた優しくて思いやりにあふれた有能なセラピストになる資質を備えている。熱意ある聖職者になり、自分の価値観を人と分かち合い、持てる力を存分に発揮する人も多いとあって、心理学者、ファシリテーターとか、うん、会議の進行役ですね。あとはキャリアカウンセラーとか、うん、産業カウンセラーとか、生活のカウンセラーとか、うん、っていうのが出てきます、うん、で教育福祉が次に出てきて、うん、ENFJ 型の多くが教育関係の仕事に興味を持つと、うん、人と直接関わり彼らが成長し発達していくのを手助けできるからだ、うん、具体的な物事について教えるのを好み、自分なりの解釈や表現を付け加える、うん、そしてまたどんな意見にも拒絶されることのない調和の取れた協力的な職場で働きたいと思っている、うん、また福祉の仕事に惹かれる人も多く、自分や他人の生活の質を向上させる機会がある、うん、から、まあ、そういうところに惹かれる人も多い。リーダーになるのを好み、プロジェクトのまとめ役になりたいと思っている、うん、そして努力が実りきちんとした成果が出ると大きな喜びを覚える、うん、で例えば向いている職業として教師、うん、
大学教授、うん、司書、社会福祉士、ソーシャルワーカー、介護福祉士とかケアマネージャーとか、あとは都市計画のプランナーとか社会学者っていうのが出てきます。で次に出てくるのが健康医療っていうのが出てきて、急速な発展を遂げている健康医療の分野でも大いに才能を発揮しますと。局部的に治療に当たるというよりは、一人一人の人間全体を心身ともに観察し、診断を下し、治療に当たることに向いているとあって、栄養士とか作業療法士とかカイロプロクティックの施術者、整体師っていうのが出てきます。では、ビジネスでコンサルタントっていうのが出てきて、ビジネスコンサルティングっていうのが出てきて、ビジネスの分野ではコンサルティング業にやりがいを覚えると、人と親密な協力関係を築きながらも一人で自立して働くことができるからだ。どちらかといえば小規模のグループで責任者となることを好み、新しいやり方を考え、さまざまなことに挑戦していこうとすると、うん、あり、自己育成のトレーナーとか、うん、販売営業のトレーナーとか、うん、ヘッドハンティングをする人とか、うん、セールスマネージャー、経営コンサルタント、うん、あとはまあその企画営業とかマーケティング担当とかが出てきますね。あとテクノロジーというのが出てきて、テクノロジーの発展により企業は技術に秀で出ているだけではなく、人とコミュニケーションが取れる人材を求めている、うん、ENFJ 型は技術バタの人間と一般の利用者の相手に立ち、橋渡し役になるのができるって書いてあって、うん、まあ、先ほどの INFJ と同じように顧客担当のマネージャーとか、うん、テクノロジーのコンサルタントっていうのが出てきますね、はいはい、なるほど、まあ、NF なの型なので、うん、やっぱりこの理想主義、うんうん、まあ、青葉塚さんが言ってるみたいに、このもっと幸せになるために考えを推し進めようとする人っていうことなんでしょうね、うん、で INFJ は精神世界の覇者で、 ENFJ は横に仲間を作る人たちとカリスマ性を持っている印象ですと。チームの方がやりやすい、叶えやすいこともあるし、それを野心として利用するなら後ろから押してる場合もありますね。多分あれじゃないですか、チームプレーで外交型はリーダーだし、はい、うん、内向型は縁の下の力持ちなんじゃないですか、イメージ的に。チームじゃないですか、集団。あとね、まあ、僕の悪いところで、うんうん、チームはチームでいいじゃないですか。でもなんかその、うん、みんな上に立たないと意味がないよねみたいな。それもチームじゃないですか。チームのトップもチームですよ。キングダムっていうアニメで、うん、神王、はい、キングダムもチームじゃないですか、はい、あれをチームといえばチームですね、うん、でチームのトップですよ、将軍だから、大将軍。でもなんか大きなチームのトップ、縁の下の力持ちって言われると、うん、なんかこの100人の中の美兵みたいな、うん、あ、まあ、その美兵なのか、はい、軍師なのかみたいなのがあるじゃないですか、はい、でその軍師は縁の下の力持ちって持ってるかもしれないですよ。でまた僕は今、はい、美兵っていう、はいはい、モブキャラを意味がないみたいな扱いにしてるけど、はい、この辺のまあ悪い癖が手癖があります。悪い手癖があります、はいはい、っていう意味ですよね、多分そのチームプレーの意味としては。なるほど、将軍もチームの一員だっていう話。なるほど、なるほどね、はい、なるほど。なのか本当に宝剣、はい、武神、我武神なり、はい、山にこもってひたすらこう武を磨いてるみたいなのは個人プレー、まあ、結局負けちゃいましたもんね、はい、僕が考えてるチームプレーヤーっていう言葉とアメリカの人たちが考えているチームプレイヤーが同じかどうかは、まあ、分かんないですね。ごめんなさい。あ、そう、トゥイデさん肩組んでるからこいつって言ってもいいって、はい、本人から許可が、はい、ありがとうございますジンさんは ESFP、 嵐山さんが ENFJ だと思っていると、まあ、そうかもしれない、はい